はい、セカンドサーブのコントロールの精度を上げていくセカンドサーブのコースを安定させていくための動画第2回目をお送りしたいいと思いますこの動画は第1回目の動画をすでにご覧いただいているかあるいはそのレベルをクリアされている方あるいはそのポイントはすでにできている方を対象に動画をお届けしたいいと思いますまず第1回目の動画でもお届けしましたが基本的に「 コースのコントロールするためにはスイングの方向を一定にするようにしますそして第1回目の動画ではこのスタンスの位置をコントロールすることこの点を解説していきました第2回目の今日はまずスタンスが安定し次にスイングを安定させていくためのポイントを解説していきますそのポイントは肩のラインの向きを意識するようにしましょう特に スイングを始めてしまうとなかなかコントロールしていくのが難しいので構えてトスを上げこのトロフィーポーズこのポーズを作った時の肩のラインこの向きを一定にするようにしてみてくださいセカンドサーブでこの肩のラインの向きを。 必ず構えた肩のラインに対して同じ方向、同じ向きにスイングをするようにしてみましょう例えばスライスサーブを打つ場合であれば面の向きがスライス面左の方向に向くので トロフィーポーズの時の肩のラインは向こうの方右肩と左肩を結んだラインが向こうの方に向くようになりますそして毎回その方向にスイングをして同じ方向必ず同じ向きに一定のスイングをするようにしてみてくださいそうするとボールが毎回一定の方向スライスであれば面が左に向きサービスボックスの方向に飛ぶようになりますでですので必ず トロフィーポーズで構えた肩のラインこの右肩と左肩を結んだラインが同じ方向に向くようにしましょうスピンサーブでも考え方は同様ですスライスほど右の方向には向きませんがスピンサーブの場合は下から上に振りますので上の方向右肩と左肩を結んだラインが上の方向に向くようになりますこの方向を必ず一定にするようにしてみてください 今回の動画はここままでになります次回の動画ではさらにスタンスもできるようになった肩のラインも一定の方向に向いているという方へさらにコントロールの精度を上げていくための方法について解説していきたいと思います。ありがとうございました